こんばんは。フラペチーノさん、ありがとう。STU48 2期生香川県出身のアンピーこと川俣アンナです。よろしくお願いします。か、拍手喝采、拍手喝采、雨あられということで、今日はですね、このちょっとメッセージを書いてくださったのは、だいぶ前にファンの方にもらったオルゴールを作りたいと思います。バレエの形をしているオルゴールなんですよ。マイカー配信、え、マリカー、マリカー捨てるの、羨ましい。クタルさん偉い、トラップさんパチパチありがとう。そう、画角違うんですよ。いつもここに登ってやってるんですけど、今日はね違いますよ。やりたいと思います。すごいよね、めっちゃ本格的とね、なんかすごいこんな感じ。これはね、ウクライナの木製パズルをプレゼントだって。これは花は誰のものにちなんで、ウクライナの木造パズルをプレゼントしてくださいました、だいぶ前に。でずっとやろうと思ってたけど、ずっとできてなくて、とうとうやろうと思って、とうとうやります。今日中に作れないかもしれないから、明日とかにかけたりとかして作ろうかなって思ってます。本屋さんにあるのこういうの。あ、そうなんだ、知らなかった。そう、すごいよね。でもね、見てください、全部英語なんですよ。英語です、やばいです。英語なの、もはや英語なのかもわかんない。英語読めないですよ英語読めないですよ。何を言ってるんですか。そう、気長に完成できたらなと思います。でもね、こっちの説明書が文字がないんですよ。だから見てやれという人っぽいので、見てやっていきたいなと思います。そう、見てやればできるんだと思う、知らんけど。英語得意そうな雰囲気ある？え、言われます。あ、英語できないの？って言われます。できないんですよ。でもね、これはね、説明書が別に英語とか書かれてないからいけると思います。説明書に英語がないのでできますよ、任せろりー。ということで、作りながらたくさんコメントを読んでいくので、今日はね、たくさんたくさんたくさんコメント読みます。いつも読んでるけどいつも以上に答えますので、皆さん気長に気軽にコメントしてください。何でもいいですよ、何でもいいですよって言われてもさ、コメントすることないよね。毎日配信してるとさ、話題がさ、やっぱさ、じゅんぐりじゅんぐりしてるわけよ。あ、まあ、ちょっと前に話したけどみたいな話をね、初めてのかのように話すんですよ。今新宿で徳島ラーメン食べてます。うわー、徳島ラーメン美味しいね、いいね。だからちょっと今日食べたものはね、そんなね、わーわー話せるようなもの食べてないので話す。さっき私なんだっけ、なんかさ、紫のさ、サラダみたいなのが入ったやつあるやん、あれにキムチで食べた初めての反応する。キムチも見ましたよ、次のやつ見た見た。え、何これ、これかいのか。今日はどれくらい歩いたんだろう、結構歩いた気がする。でも見てないわ。後ろのキャラクタークワスです。そう、昨夜の鬼滅見ましたよ。桃村さん、ありがとう、ありがとうございます。今日ね、そう、クワスの話でね、ちょっとみんなに話したいことがあるんですよ。あのクワス、やっぱクワスって何でしたっけ、
クワッスはあんまり子供人気がないらしいんですよ、噂によるとね。まあそう、なんか噂だから違うかもしれないけど、ママが私がねクワッス好きで、クワッスのポケモンパンを探してたんですよ。でクワッスのシール欲しいなって言ってたんです。そしたらあのそのママの会社の方で子供がいらっしゃる方はポケモンパンを集めてて、でクワッスは好きじゃないからあげるって言われ、そうそう言われたよって LINE が来ました。クワッスは子供から不人気だから余るんだってって言われました。気まず気まず、何これハマらんねんけど。複雑だよね。その魅力に気づけてるってことか。なるほどね。確かに確かにそういうことだ。硬っ。何これ、めっちゃ硬いんだけど。え、超硬いんだけど。うお、ちょっと折れちゃった。グッてやったら。まあまあまあ大丈夫でしょう。きっと大丈夫。ね、アニメさ、ちょっとクワッスサブキャラみたいになったけど、一応御三家だ、一応御三家じゃん。だからあれれってなりますね。え、これはもうこの棒使わないよね。もう使わない使わない。おい、キムチさんありがとう、応援してる。初見鈴まさきまさん、鈴木まさんありがとう。あちゃさんかわいい、ありがとう。しおりんさん応援してる、ありがとう。そうそうなんですよっていう話があります。絶対配信で話そうって思いました。直近でメイクする仕事がないなと思って、メイクの筆とか今日も洗った、今日洗った、今日靴とかも洗って、私なんかよく履いてる靴すごい汚れちゃったから靴洗ったりとか、あとメイク用品のなんか筆とか洗ったりとかしたんですよ今日。じゃあそしたら明日メイクしなきゃいけないらしくて、お仕事。いやでも私知らなかったから私のせいではないんですけど。怒ってるとかじゃないですよ、不満とかじゃないですよ、意見です、私の気持ちです。ちょっとそう悲しかったですね。え、洗ったんだけどってなりました。みーくん偉い、ありがとう、ありがとうございます。クワッス推しでよろしくお願いします。クワッスの好きなとこ3つ、かわいい、なんか動きがかわいい、かわいい顔がかわいい、動きがかわいい、立ち姿が萌え。外見ばっか、内面あんま知らないからね、あんま知らない。まあアニメ見てまだね、そんな登場してないので楽しみですね。で靴はね干してありますよ、嬉しい、綺麗になって白くなった。いいかなこれで。え、これ切れなくない？これって切れるもんな、どうやって切る？これってこうやって切れるもんなの？カモメじゃないよ、クワスだよ。メロンさん資金ありがとう。いや絶対切れないね、ハサミで切った方がいい。飛び出てるんだけど、え、どうしたらいいんこれ。
しょうがない、埋めた証拠隠滅してきた今。え、これさ先遠くない？多分絶対無理だよ。アンピーナッツすごい食わすってコメントありがとう。お話しして追加、え、再販始まったんですか。よいしょ、じゃあ次の質問、次の話題早っ次の話題お待ちしています。うまい、うまくない、できた、できてないけど全然。4ストレッチは続いてる？肩のですか？やってますよ、1日1回、忘れた日は次の日に返したりとかあまりそんな、なんか意味わからんけど、でもね、なんか肩凝ってる今、ストレッチで肩凝ってる気がする、知らんけどデザイズハートさんお疲れありがとう、長友さんピカピカありがとう。何作ってるの？オルゴール作ってます、木のオルゴール作っとる。もうね大変よもうね苦労してます。ポケモンのタイプの相性を大体覚えた、うーん、覚えたやつもあればって感じ、覚えてないやつもあるって感じ。頭の横い白いところはカモメかな、これですか。さっきもコメントしてくださった方かな、さっきもそのコメントあった、で私はクワスだよって言ったけど届いてないの、わあ危ねえ危ねえ危ねえ、押せばなんとかなる、よかった、危な、完成すると何の曲が流れる、確かに何の曲流れるんだろう、知らないわ、確かに何の曲流れるんだろう、確かにね さっきからバキ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 すごいんだけど、でもね大丈夫なの、バキバキになっても一応大丈夫です、本当に大丈夫かなってなってるよね、一応大丈夫一応、え、これ本当はどうやって作るのがあれなんだろう、トンカチとかでやるんかな、カン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 みたいな。バレエ関係ない曲、確かにバレエ関係ある曲そうだよね、それはそう、大丈夫ですか？多分。多分ね。大丈夫なのかな？大丈夫なのかしら？ちょっと私にも分からない。大丈夫なのか。ちょっと大丈夫じゃなそうだけど、大丈夫って言いたいな。あのボンドでくっつけたいんだけど、説明書読んでますよ、大丈夫、説明書読んでやってます、ちょっとボンドでくっつけよっかな、もはや、いい感じ、あ、え、待って、天才こうやればいいんだ、
絶対違うやり方だけどそうやってます。もうボッキボキに折ってます。でもいい方向に進んでる。もうちょっとこれ押してね。多分いい方向に進んでる。わかんない。これを作ってほしい側からの人から見たら、え、君危ないよってなるかもしれないけど、できてはいます。多分君危ないよってなると思うけどね。え、トンカチでやるんかな、もしかしてこれ違うんかな。どうやってやるんやろ。トンカチだよね。トンカチでやると思うんだ。きっとトンカチでやらないか。普通に刺してるのか、この人すごいね。だとしたらこの人すごいわ。すごい怪力の持ち主。サンキーマリカ、みんなそれ言うじゃん、サンキーマリカ。いいな、いいな。よしよし、いい感じ。よし、くっつきました。変わりようがやばい。あれあれやばい、おもろい。絶対ダメだけど、まあいいんだよ。まあ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 、できればいいんだよ、できればね。プラスチックのゴムのトンカチありますよ。え、この家あるっけ。この家じゃないのかな。一人暮らしの家にプラスチックのトンカチあるのか、どうなのか。足がしびれそう。あ、若干しびれてます。いけてて、いや絶対トンカツとかなくない。あったら怖くない。前住んでる一人暮らしじゃない時はここに入っとったんよ。いた、見つけた。でも一人暮らしする時に持ってきてないかもしれないな。持ってきとんかな。あんな、やばい、しびれた。万が一のために持ってきた席もあるけどな。万が一ってね、怖いね。トンカチの万が一ってなんか怖くない。一応一生楽しめって言われた。あー、なさそうだな。なさそうだわ。悲しいだけ。なさそうなのでそっちに帰ろうと思います。たちは燃え盛る旅の途中で、いい夢を捨て離した未来のために。パリピアンナと呼び、おしゃれさん、ちょっとさボンド持ってこよう。で、危ない、やめて。ボンドちょうどいい、ちょうどよくない、木工用ボンド。仕組んどこ、こんな感じ。はい、ティッシュ。保護用メガネだよ。そうだよ、保護用メガネだよ。よくわかったね。あお、垂らしちゃった。
木工用ボンドありますよ、もうそれはもちろん。よし、刺さった。折れたけど刺さったよいいのかな、できそう、ありがとう。そうできる女なんよ実はね。一応できるっちゃできますね、知らんけど。よし、落ち着いたのでぜひ皆さん話題をください。これで私は話せます。なんで木工用ボンド持っとん？え？前トトロ作る時とかに使うから。持っとったら何が悪いねんこんばんは。ルル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 アレッチにポツンと咲いてるその花誰のボンドでやる方が早くないとか思い出してる私。あ、めっちゃうまく刺さった、コツつかんだもうこういうものずっと刺さないかん。でもね、爪楊枝でね一応ね止めてるから大丈夫だよ。アメニメのオープニングといえばピーシャラピーシャラパッパッパラパーピーシャラピーシャラ踊るポンポコリンじゃない。電車の枝さん花束飛んでった。どっか行った。飛んでってどっか行った。え、そういえばそう。これ話そうと思ってた。推しの子見ました。推しの子見ましたよ私。え、なんかさそういう話と思わなくてさ、明るいさ、ええなんかさそういう系の話かと思ってたのよ。でさコメディ系かと思ったらさ違ってめっちゃびっくりして。てか最初までそういう系かと思ってたら最後の最後でえ？え、そういうこと？みたいな。めっちゃ、でもね絶対面白いよ、絶対面白いね、楽しい。なんか悲しいけどですね。衝撃だよね。暗いっていうか展開がある。でも絶対面白い、それはわかるって感じ。ぜひみんなにも見てほしい、そう思う。そう思ってます。え、これさめ、え、無理じゃない？絶対無理なんだけど。え、これ全部奥まで入れるんだって。絶対入んないんだけど。え、絶対無理だよ。どうやって入れるのこれ、すごすぎるでしょ入れるの。うん、絶対無理だ。抜けない誰か助けて、抜けない。これを通すばいいってこと。あ、無理だな、絶対これ無理だ。え、ちょっと穴小さすぎない？絶対無理なんだけど入りませんこれは。いや絶対無理だよ。入らない入らない。折れる折れる、抜かないし。どうしよう、どうしたらいいの。絶対無理。誰がこれ考えたん。絶対木工用ボンドがいいって。うわナイス。これちっちゃく、ちっちゃくなっちゃったからさいい感じになった。ちょっと離れない。ボンドを抜っとこう。よもやよもやだ。え、で推しの子ね、そう見たんですよね。なんか面白いけどちょっと衝撃なラストがあって、1話目でね。
えみたいな、ええみたいな、悲しい。ぜひ見て、めっちゃ面白いから。なんか共感するかどうかわかんないけど、もうめっちゃ面白いから見てって思います。どうしよう、抜けない。劇場版とアニメ何が違うの？私劇場版見てないから分かんないな。ちょっと待って、指壊れるわこんなん。指壊れます、こんなん。抜けません絶対。あ、抜けました。ちょっと焦ったよ。ちっちゃくしよう。これも入んない。怪我には気をつけるよ本当に。ちょっと怖いな。完成させて送り返してくれます。ちょっと危ないから保護用メガネつけよう。重さランキング面白かった。なんかね、始まったらしいよね。また見ないとだ。どっか吹っ飛んでっちゃった。見てないんですよね。あとね、あとねじゃない、それを見てるのと、ぐらいかな今は。でもそう、ぜひ見てほしい。ひこりさん、クマパンかけじゃありがとう。クマパン一巻全部詰め込んだやつなんよ。すごい、一巻詰め込んどん、すげえ。これからマジで楽しみ、どうなっていくか。1時間にまとめとるってことよね、すげえ。マジハマった、推しの子。漫画欲しいってなったもん、調べたもん。いや、これは絶対ハマらん。どうなったんこれ、絶対ハマらん。ついてこれてるよ。ジャンプというアプリなら全部無料でも読める。そのなんか会員登録とかなしでってことですか？すごいね。いてていて、やめてやめて。そうなんだ。そんなメガネ欲しい？これはね、ユニバに行ったら買えるよ。パイファミリー、初回だけなら無料で読める？読もうかな。マジでさ、気になりすぎて無理、あのさ、無理なんだけど。気になりすぎてさ、私さ、一回気になるとさ、マジずっとさ、それだけになっちゃう人だからさ、本当にさ、気になりすぎてさ、早くさ、早く知りたいってなってるもん。これとかこことかどうしたらいいの？爪楊枝とかどうやってカッターで切るん？カッターで切れって書かれてるけど、こんなカッターで切る、切れんもん。ノコギリしか無理よこれ。危ね。ほら、こうやって危ないよ。こうやって危ないよ。そうなんですか？知らなかった。
じゃあニッパーないんよ、悲しい。推しの子面白い。しょうがない。よし、手気をつけるね。ありがとう。あ、ここでメガネ。怖い怖い怖い。爪切り、でも先端がむずそう。何の話だっけ。そんな怖いシーンあるんですか。でも確かに結構ね、なんかさ、目がさキラキラして可愛いけどさ、その目のさあれがなくなった時、光がなくなった時、マジでなんかね怖い。推しの子見て、みんな見てほしい。アニメ見ない系の人もぜひ見てほしいな。そう思うアニメですね。地獄楽、見てみよう。今ね、アニメ好き好き時期が来そう、来てます。アニメ見ようかなって思ってますよ。よし、できた。ほら、くっついた。推しの子と推しの子を話したい。おお、逆線ならマッシュルーム。なるほど。でもアニメさ、1週間に1回待たなきゃ。ドラマとかも1週間に1回待つの嫌なんだけど、気づいたら1週間来てるっちゃ来てるけどよ。あ、オルゴール、次オルゴール。なんか私ね、時期によって今ドラマが好きとか YouTube が好きとかね、時期によって違うんよ。そうなんですよ。今はねドラマですよ。ドラマじゃない、アニメかもね。今期面白いって聞いたことがある。 TikTok で今期はこのアニメが面白いみたいな、あ、このアニメが面白いだったトゥルルルトゥルルルルルディディディ。なんかオルゴールの音鳴った。サイコパス面白いよ。スマートフォンのアニメは見ちゃダメ。あ、なになに、ちょっと待って、絶対、なになになに、ちょっとごめん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 、なんかやっちゃったかな私、ごめんって。どこ、あ、これか。絶対3期生の今やってる配信でアンピさん来てくれないかなって言ってた。行きたいよ行きたいけど今日私メイクしてないんですよ。メイクしてない、それは私が悪いわ。メイクした日呼んでください。そんな私を呼んでもらえるなんて嬉しい。え、何これ、回してる。私やばくない？何でもできるじゃん。私歯間出てるから甘えればいいの？アルゴールの音が聞こえた。推しの子もう2回も見た。あ、そうなんだ。一個進められない。なんで？連絡先知らない。そうだね。
どこに行けばいいかわかんない確かにどこ行けばいいの確かに連絡先知らないですよ。どこにいるかもしれない。よし、これで OK。 ちょっと回そう。どこ回すといける。あ、絶対白鳥の湖じゃないこれ。言いながら一旦これをつけよう。え、なにこれ。ここ？これ？え？これ通っとんかな？いいんかな？まあ、いっか。適当にやろう。え、これは何？何したらいいん？爪楊枝？え、何したらいいん？これ今から私。え、何したらいいん？私。え、なんか絵じゃ分からん私。あー、下からやればいいね。分かった分かった。そういうこと？君これ？え、これか。ちょっと待っててみんな。ちょっと待っててね。すごくない？やったね、やったね。アナさんは今オルゴール作ってますって言っといて。誰にアナさん。白鳥の湖のいい音、ギンガムチェック聞こえた？いける。え、これさできそうじゃない私。ハッピー侍。ああ、リコちゃんか。ニッパー持ってきたの。ニッパーじゃないわ、ないっけこれ。ドライバー持ってきたのに、自分のいらんかった、入っとった。すごくない？ドライバーまで入れてくれてるって神やん。よし、できた。これでここを回すと音が鳴ります。かわいい、ありがとう。おい、だだだだだだだ。15。え、こんなちっちゃいの取れるわけないでしょ。うん、取れた。え、これは何？何しようって？
何これ、これ何してるの、何何何、15、何これ、ヤスレってことですか、分かんない、何だろうこれ、ちょっとかけて、みんなの出番だ、みんなの出番だ、これだこれ、なんて書いてる、ヤスレってことかな、ヤスレかな、ヤスってこれ、これとこれ、これがこれが分からん、あこれはヤスレか、これ何、これが分からん、なんて書いてあるの、分からんけど、ヤスとこ、拡大してもね、画質悪くなる、なんやろこれ、何やろマジで、これはヤスリやん、これなんやろ、これマジで分からん、えこれじゃない、えこれボタンか、え待って、これだこれだ、なんかこれだ、これを塗れって、えよく分からんけど塗っとく、どういうこと、分からんけど塗るわ、ヤスってなんか、なんか塗ってる、なんだろうこれ、分からんけど塗るらしい、怖、何これ、けど塗りました、で当てはめます、え絶対入んないこれ、どうやって入れるの、あ入れた入れた、はいやりました、やったら、あここに入れるの、あそれだけ、はいはい入れました、これを8個作るだけし、えめっちゃ簡単じゃない、いいじゃんめっちゃ簡単だよ、何塗っとんやろ、滑りを良くします、あーローを塗って滑りを良くしているらしい、なるほどね、ちょっと2個同時に作っちゃおう、大雑把だから私、 A 型だけど大雑把だから、読んでみて、理由、これね多分英語じゃないから読めないんだ、なんかよくわかんない、 CMA3ATBNAPA なんか変な番号 NHOM だってだって積み剥がれちゃうわマニューさんハートありがとう。安否何カ国語読める？何カ国語だろうな。数えたことないや。スマホね今配信使ってるけね。ピエンだって。うん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 、あ爪が折れちゃうわ、こんな細かな作業、えできそうじゃない、だってまだ配信始まって1時間も経ってないよね、うん折れちゃう、いててて、てみんな見た？今飛んだ瞬間、どうしよう飛んだな、ゆっくり立とうかな、お願い出てきて、あった、よし、ドゥルルうん、昨日さ推しの子の話でさ、なんかさ、なんだっけ推しの子の話で、その推しメンの子供にはなりたくないよねっていう話をしたんですよ。でもその子供の人もそう言ってたんですよ。だからあやっぱそうなんだと思って、その人もそうなんだなと思った。けどドリームだね。ドリームっちゃドリームだった。
ドラマを見たら、ドラマじゃないアニメ。あとは鬼滅は無一郎くんがあれからね、ああやって今はあんな感じですけど大人になっていくのも楽しみだなって思いました。アニメの話しか話すことない。今何も、あ、ドラマも何も見てないんだよね。何がおすすめですか、ドラマ。そう、みんなと話せるさことをさあんましてないんだ今。悲しいよ。みんな教えてくれ。ダダン、いい感じ、めっちゃいい感じじゃない？いい感じすぎるよ。だが情熱はある。どんなアニメですか？どんなドラマですか？だが情熱ある、おー、いう人気だね。それが人気なやつなんですね。なるほど。そうなんだ。どなたが出てるやつなんだろう。パン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 。話終わっちゃった。オードリー若林さんと南海キャンディーズ山里さんのドキュメンター的なお話。素敵。家事してくれる男と住むことになったドラマが面白かった。なんてやつですか、面白そう。それ私もそれ、そうがいいわ。私も家事してくれる人とがいいな。いいね、いいねとか言っちゃって。家事する？ありがとう。嬉しいよ、ありがとう。アンピは何してくれるの？最近私 TikTok でね、あれ見ると好きなんですよ。お弁当を作ってる人見るの好きなんですよ。だから自分もああいうお弁当を作れるようになりたいと思ってて、やっぱ最初はさできないと思うけどさ、どんどん上達していくものだから、そう、練習するよ。最初はさ、ちょっとさ卵焼き弁当みたいになるかもしれんけど。橋本環奈さんのやつ、かわいいね、絶対それは。私のお嫁くんってドラマ、弁当を作ってくれるの。あ、そうなんですね。なんかさ、キャラ弁作ろう配信やりたいねって話したことあるよね。作りたいねとは言ったことある。そう、作りたいんですよ。やりたい、楽しそうじゃない。チーカーとか作れそう。チーカーなんてさ、ノリがあればいける。チーカーなんてとか言っちゃったけど。卵焼き？連日卵焼きだけでもいいの？いや、優しい。でってでーん。いい感じ。え、早くない？やばい、やばい。待って、もうできますね。クワッスのキャラ弁。確かにクワッス水色だし、良さそう。良さそうだね。あ、危ない。これを先取る前に一応取る。オリコちゃんのキャラ弁、あ、確かにオリコちゃんのキャラ弁良さそう。いつか企画でね、妹さんの企画とかで販売したいです。いや、でもさ、オリコちゃんの
やつとかすぐ作れないわ。やっぱやめた。チーカーバランスが難しい。でもキャラクター全部バランス大事じゃない？キャラクターってマジでそんな気がする。クックバットライブさん、あ、クックバットライブね。なるほど、確かにオリコちゃんのテラスタルってなんだい？ポケモンのねやつなの。なんて言ったらいいんだろう。ポケモンで出てくる。もう痛いんだけど、もう痛いです。企画でしか動かないアンピ、なんでそんなこと言うの？せっかくなら企画にしたいねって話じゃん。せっかくならそうじゃんって話じゃん。だってオリコちゃんのさやつ作ってさ、ここだけで見せて終わるのもったいなくないっていう話。私は妹さんの企画でできたら、妹さんなんかさやってたじゃん、なんか某所に行けばなんか作ってますみたいな企画。そう、オリコちゃんのパターンでできるなって思ったけど、でも私がオリコちゃんお弁当作るのに相当時間がかかるから、そんな簡単にできるものじゃないから無理だねっていうのを今言ったの。でも何でもかんでもお仕事になれば嬉しいですよ。だってさ、個人でやるもよりもさ、お仕事でやる方がさ、準備とかもさ結構なんだろう、楽だしさ、いい意味でいい意味でね。私お仕事につながってるっていうのはいいことじゃないですか。そう、後ろポケモン照らしたらできるよ。そう、オリコちゃんはまだまだかもしれないけど、これからね来るかもしれない、知らんけど。なので応援よろしくお願いします。こんばんは。やっぱ月曜疲れた。疲れるよね月曜って。疲れ、メガ進化みたいなもの。そうかな。今日ね、ももちゃんとねポケモンカードの話したよ。そういや、仕事終わりました。お疲れ。ラッキーさんハットありがとう。カード送りました。本当に嬉しい、ありがとう、楽しみ。早く届くといいな。ありがとうね。開封動画をねやるの、見るのハマってるって言っとった。言っとった。明日には事務所にあるかも。早くない？ね、検閲がどうなんだろう。検閲がどこまで行くんだろう、わかんないけどね。ポケモンカードのねニュースになってたよね。めっちゃ高値でそう取引される。そうなんですよ、すごいよね。私はねめっちゃ取引されるやつは出なかったんだけど。そう、思い出して。売り切れましたってよく見てる。うん、安否の開封配信一番おもろい。嘘だ、ありがとう。お披露目公演配信されてる。ああ、なんかリンコのあれかな、リバイバルかなんかで選んでるのかな。あ、足しびれた。なんかこれさ、足しびれるんだよね、これ。痛い。できたー。側面完成。痛い。側面完成だけど、痛い。
に置こう。痛たた痛い痛い。豪華になったよねこれだけで。では次2番2番丸2番2番どこ2番どこ2番ないよ。目を凝らしてみれば浮かばれてくる。え2番ないです。え2番はありません。え絶対2番ない。2番ないですよ。2番ないですよ。2番は絶対にない。え2番ないないないですよ。2番ないよね。みんなこれが0 4 6 11 19 14 15 15 13 65 15 6 15 5 82。あ、ありましたありました。すいません、ありました。この中に入っとった。ごめんよ。何これ。また私の大嫌いなあの爪楊枝のやつや。ちゃんと探さないからって言われてきました。生まれてから一気にスイカのお風呂みたい。どういうことだろう。盛り上がりそうで盛り上がらないところひどいね。今日クアスのスターターセット、アンピちゃんのスイッチの時のカード、アンピちゃんのスイッチの時のカードカードスイッチのカードなんだろう。楽しみにしてる。ありがとう。メールの返信でなんかハッシュタグメールも見たよ。後ろ後ろなんかあるかな。何の話だっけ。ごめんね今日ね頭の脳みそはハマってないんだ。ごめんよ。アンピちゃんがやってるスイッチのポケモン出てくるキャラクターのカードが入ってるみたい。ありがとう嬉しい。ありがとう。白鳥の湖流すか。静かだもんね。正直な人好きです。だって本当にみんなもわかるでしょ私が今日頭回ってないっていうの。そうなんですよ。なんかね今日は冴えてないんです頭が。ピラメイてないです。ピラピラピーラピラピーラピラピラピーラピラピーラなんとかきらめきピラピーラなんとかなんとかピラピーラ。え、これ2ってどこにつけるの。2ってどうやってつけるの。2って何なの。え、なにこれ2って。どこで使うの2って。え、この2何なの。この2なんなん。どこで使うんやろ。あれか。でで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 。え、どういうこと。うどういうこと。まあいいや。え、どういうことすぎる。何これ。ゼロって何。ゼロって何なん。あ、これですか。ゼロ、え、これはどこに刺すの。
なんか意味わかんないですよですよ。なんかさ、イラストがさあんまり合ってなくてさ、あんまわかんない。なんかさ、ゼロくっつける、ここの先っちょにさこれつけるって言ってもこれ1個しかないからさ、どこにどうでなんかさしたいかわかんないけど、わかんないや。どっかに1個にもつければいいのかな、ちょっとわかんないんですけど、わからないのですが、え？わかんない。マジでわかんない。え？くっついてないんだもん、この人に。いや、かんないな。わかんないぜ、ベイベイ。ドゥルル、ドゥルルル、ドゥルル。どっかにこれをつけて、つけるらしいけど、どこにつけるんだ。びっくりしたー。びっくりするよ、いきなり音が流れたら。ちょっとわかんないよ。いいよ、諦めて。10番。まあ分からないものをほっといたらさ、いつのかいつか分かるよ。私のスタンスですよ、これが。分かる日が来る、いつか。そう信じて私は未来に突き進みますいいこと言っている風だよね。え、何これ、はまんないんだけど。うわうわ、はまりません。川又選手泣き、泣きスタンプ。え、絶対無理、はまらんよこれ。どうやってはめるん、こうですか。動かすたびにちょっと音鳴る、恥ずかしい。なんかメキメキって言っちゃうんだ言ったんだけど大丈夫かな。なんかこの子だけハマんない、この子だけハマんないよ、ハマんないよ。お願い、君入って。なんで入った、無理やりでも入れました。なんかあんまりメシメシ言ってますけど入れました。あ、行った。え、どうじゃん、どうじゃ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 。え、すごくない、これ私が作ったって思いますか。え、すごくない、かっけー。よしよし。でこれをさ、なんかさ、どっかにさこれをさくっつけるらしいんだけど、 TWT待って、これこと、どういうことこれ。なんかさマジわかんないんだけどわかんないですけど、わかんない、わかんない、立ち止まってる、立ち止まり川又です、立ち止まり川又ですよ。どこにどう、どこでどう、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 どうなんですか。そんなことありますか。
どうやって自立してるのこれ。わかんないや。マジわかんないわ。わかんないままでいいのかな。わかんない。わかんないままでいいのかな。このままじゃ。え、いいのかな。何なんですか。何なんですかこれ。ちょっとよくわかんないですね私には。これは説明ミスなんですかね。これは説明ミスですか。だってここにさ使えって書いてるのにここには使われてないんですよ。省いたんですか。忘れてたんですか。ちょっと私困惑してますよ。んどういうことですか。いいんですか。使わなくていいのかな。使わなくてもいいのかな。いや使うべきなのかな。分かんない。説明書間違えてるのかな。なんかねここでねこれを使えって書かれてるの。ここにこの丸にここにつけろって書いてるの。でもさこの時にはさついてないの。あーさつけなくてもいいのかな。そんなつけなくていいってことはないか。なんかのためにもあるもんねこれ。なんなんですかこれ。これなんなんだよ。これなんなんだよ。どこにつけるんだよこれ。ここにつけてどうする、うん、え図面これ何ですか。ええかなちゃん本物ですか。嬉しい。え嬉しい。こんな恥ずかしい。めっちゃ迷ってる時にマリカンしよう。嬉しい。嬉しい。みんなありがとう。なあちゃんも。ひーちゃんも。嬉しい。嬉しい。誘ってくれるの？嬉しい。嬉しい。三人とも嬉しい。かなあちゃん、なあちゃん、ひーちゃん、よろしくね。やりたい。嬉しい。やりたい。嬉しい嬉しい。すごく静かに私はやりますよ。やるのでよろしくお願いします。はい。嬉しい。そう言ってもらえるの。頑張らんとちょっと強くなりますね。いつ会えるだろうね。間違えてるよこれ。間違えてるよ。安否ルームへようこそ。え大丈夫。絶対大丈夫だよ。さすが騒がないよ。それよりもさ私さ結構大きなミス気づいちゃってさすごいどうしよう。それよりも私ミス間違えた。ここのさ出っ張りがここ2つない。反対側につけちゃった。悲しい。早く抜かないと。うわー大変。悲しすぎて涙が出ちゃう。出てないけど本当は心の中でわー静かに。恥ずかしいであまりでございます。よし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 。ありがとう。もう配信してないのかな。わかんないけど見てて。そうだよ、3期生ちゃんと連絡を取れる方法が配信しかないんだよ。すごいね、面白い。同じグループだけど。くそー、家庭じゃねえかよ。
カーテンじゃねえかよ。え、これさ、多分さ、いらないロゴなんじゃない？いらないロゴだね、きっと。そう、2.5 期生ちゃんもね、知らないんですよ、連絡先。そうなんですよ。なにこれ、なにこれ、なにこれ。あ、もう無理なんだけど。でもこれは絶対取らないと絶対ダメなの。バレリーナが置けないの。絶対取らないといけない。どうしよう。助けてドラえもん、ドラえもん、ドラえもん、のび太くん、ドラえもん。無理だ。パワーください私に。え、痛い。え、綺麗に刺さりすぎて、もう最悪。折れてもいいからやろう。折れてもいいから、折れてもいいから取りますね。うーん、ドラえもん、木工用ボンドこれつけてないから。ドラえもん、あー、のび太くん、マルさんファイトありがとう、嬉しい、頑張る、頑張る、頑張る、頑張れって言葉、これ以上言いたくない。おい、ジャイアン、この野郎、ジャイアン、ジャイアン、取れた取れた取れた、手に不調を負いながら取れました。みんなの頑張れのおかげです。ファイトありがとう、マルさん。よしよしよし、順調、順調だぜ。どこが順調なんだろうってみんな思ったよね。いや、順調ないよ、これが。いやー、あっち保護用メガネでは大丈夫ですよ。ほら、大丈夫、よし。そう、接着剤使わずに作れるやつだよ。私は0番をつけないことにした。0番どこでどう使うかわからないから。え、0番マジわかんない。これをさ、こうしてさ、何これ、何、なんて書いとん。 WT とキー、鍵、どういうことだろう。ここでなんかできるのかな、こうなんか止めるみたいなのできるのかな。なんかわかんないんだけど、何なんだろうこれ、マジで何なんだろう、わかんない。え、使う意味ある、マジわかんない。使う意味を感じられないものは使わなくていい。ウッドティッティスティックの、あ、じゃあいらないってことね。じゃあいらないですね、飾りということで。いりません。では、これさ、いらないね、いりません、いりませんにしよう。個人的にもう嫌なので、これをこっちにしてこうします。よしよしよし、次のページ。え、めっちゃいい感じ。ほら、今日中作れそうじゃない。作れそうだね。8番、あー、やめて、8
11番と12番また爪楊枝だ。いらない部品がなぜ入ってるわかんないまあまあまあ使ってほしい部品だろうけど、私は使わないという選択肢を取ろうと思いました。良くないことだと思いますが、フリオアンナです。フリオアンナも好きでいてねめっちゃできてる。そうだよ、どこ行ってたの。あ、みかんさんファイトありがとう。やあやあだね、やあ、うん、こんやろう。木工ボンドの時間だ。木工ボンド来い。はい、何の話ですか。ゼロ番パーツ、あ、確かにゼロ番だから、ゼロ番はゼロ番だ、ゼロ番はゼロ番ってことだよね。そういうことじゃん。なんでクワッソン例えるのかな。調子どう。調子いいですよ。まあ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 、よし。あ、え、次の部分どこにあるの。この部品どこにあるのかわからない。私にはこの部品はありません。この部品はありませんよ。何ですかその部品。そんな部品存在しません。そんな部品ないのに、存在しないのに出さないでください。え、何この部品、何ですかこの部品、何ですかこれ、この部品は何ですか。 ありました。ごめんなさい、嘘ついてごめんなさいえ、合ってるよね、合ってる合ってる。コメント読んでなかった、全然。でも全然来てなかったから大丈夫だった。ちゃんと使ってくれるかなって使い方が分かんなかった。ゼロ番使ってるところがあったりはした。どこに使ってた、どう使ってたんだろう。わからない。ワン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 、これ9番かな、9番。泣いてばかりいる子猫ちゃん、あったりはしない、うーん、かな、わかんないわかんない。犬のおまわりさん困ってしまう、ワン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 、ドゥッドゥッドゥルル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 、あ、ちょっと待って、眼鏡。ドゥルルルルドゥル、え、すごっ、3本一品に折れちゃった私の怪力だ、私って怪力。びっくりした、今びっくりだね、みんなもびっくり、私もびっくり。わー、話しとって関わったって、あー面倒だ、それでも気になってしまう、しまう、恥か無視できないんだ、インディフィール、まさかこれって書いたの、
はまらねえ。こんにゃろう。そんなわけない。やめてくれ。ドゥドゥドゥ。夏の好きはご用心。ただの新色。暑さにぼっとなった。たくさんいつならば冷静に判断できるのに、キラキラと照りつける太陽に、さそわれて。こんばんは、格闘タイプ川又アンナ。最近それめっちゃ聞くようになった。嬉しい、たくさん聞いてくれて嬉しいよ、ありがとう。うまくならない、うまく刺さらない。うんうん、悔しいよ悔しいよ。みんなコメントしてよ、コメントしてよ。もう無理だ、できない、やる気が出なくなってきた。刺さらないから無理だよ、頑張れない。頑張れる気力を失いか、またです。オルゴール作ってます。マーニョファイトありがとう。もう無理だ、これはもう無理だから、ボンドでくっつけるしかない。無理。うんうん、よし、ボンドでくっつけます。これは USJ のメガネだよ。ミーク応援してる、ありがとう。今アンピに合う服探してる。お、ありがとう。めっちゃパリピそう、パリピだった。ぜひコメントしてください。コメントしないとどんどん無音になっちゃう。ジンクワス、ユニバそろそろ行きたい。そりゃそうだよそりゃそうだわ。クロフィス、あーそうなんだ。うん、まあ、コメントしてねって言っても何をコメントするかも言われてないから無理だよ。一人でユニバ行けないです。だから一人でユニバ行く価値を考えられない。そう、行ってる人はいいと思う、自分がっていう話ね。人と価値観は違うじゃん。だから否定してるわけでもなく、私はそう、私はね、あー無理だこれ、無理だよ、これ爪楊枝綺麗に刺さんないもん、折れるもん。これ設計した人絶対ここをミスってる。こんな爪楊枝は綺麗には刺さりません。うん、うん、こんなに綺麗に爪楊枝は刺さりませんでした、覚えといてください。それでも気になってしまう。
素材は木です。好きくないこの爪楊枝。地元にあれば一人ユニバ、そうですかね、そうですかね、相当難易度高いですけどねえ。こんばんは。うん、オルゴール自作始めてみた。そうだよ、オルゴール作ってみたレオマ何回、もう何回もあるよ、そりゃもちろん何度も何度も行きましたよ。もう数えてないですよ、もはや。できた。中村さんと追加の手もでも何度かやったことあるんですよ、あのあれで勝手に四国で。一緒に回ってる。これ絶対無理、回んない、入んない。これどうやって入れるの。回してネジに入れるらしいけど、これネジ回んないんだけど。もう解体してるんだけど、ネジがはまんないかネジはまんないの巻き。なんでネジはまんないんだけど。無理だ、はまらない。何これ、なんでなんでなんで。はまらないよネジ、なんでだ。これしかないもん。なにこれ、グッて入れたらいいのかな。うん、はまんない。じゃあしゃない、どうしたらいいの。なんでそんなこと言うの。無理だ。なにこれ、どうなってんの。説明してくれ、どうなっているか。なんですかこれ、全く入らない。なんで、なんで、なんで。
次刺すだけでいいのかな、もしかしてこれそういうこと？刺すだけ？刺すだけでいいか、なんかよくわかんないけど刺すだけにしよう、なんかよくわかんないけど、ボンドやり直し、ネジじゃなかった、いやでもネジでね回せって書かれてるんですよね、でも回んないからいいや、ピエン、なんかよくわかんないけど、いろいろだけ刺しとこう、絶対絶対本当は回すんだよね、ほら回せって書かれてるけど回せないからいいやこんな適当でいいんかね、わからんけど、まあいっか、回らんから仕方ない、反対回しかな、もしかして反対回しかも、左回しだ、なんてこった、パンナコッタ左回しだった、皆さんお騒がせしましましませんしましません、お騒がせしました、よしできた、よしよし、これで真ん中はできた、もうほぼできたと言っても同然です、もう爪楊枝は使いたくないです私、けどきっと爪楊枝が出てくる場面が出てくるのでしょう、11番、11番ないし、そんなの11番はないですよ、ありますか11番さん、11番あった、ここにありました、パンナコッタ買ってあげたい、うわ優しい、大好き、パンナコッタ買ってあげたい、そんな言葉に嬉しい、でもパンナコッタってそんな食べんくない、なんなんパンナコッタって、杏仁豆腐ですか、えそれは違うか、パンナコッタってなんだろう、逆に皆さんもらってくれるのこれ、嬉しいそんなそんな私の力作でもない、そんなものを嬉しい、そう言ってもらって、でもほぼなんか木の模様が可愛いっていうのが主ですけどね、えバレエ全員違う、あ一緒でした、なんでもない、すごいですね、どういうポーズなんでしょう、私にはこのポーズがちょっと理解できません、これはですね理解できません、足の方向が変です、見てください、つま先が普通ね横に上げたらこう足がこう上がるじゃないですか、こう上がったらこうなるじゃないですか、こっちになってるんですよ、だから足が変な方向向いてる、えアラベスク、でもこの人は相当柔らかくて後ろから足を上げてるぐらい、後ろ上げをしてるんですかね、後ろに上げてるっていう可能性しかないです、これはだから後ろに上げてて、この上半身こんな倒れずにこの後ろ足をこんなに倒せるのはどんなにすごいバレリーナでもこんなに多分上がらないので、普通だったらめちゃくちゃ柔らかいか足の方向がちょっと回転しすぎてるかどっちかです、再現はできませんできませんね、今ちょっと思いました、これはちょっとどんな素晴らしいバレリーナさんもちょっと厳しいかもしれない、だってさ足をさこうやって上げることできんくない、こう横にさこうやって上げんくない、こう足上げたらこうなるやん、このままこうやって足上げたらこうなるやん、後ろに上げてもこうなるけどこんなここまで上がることはないで、後ろ足が人間的にね、人間的に、しかも体が柔らかいっていうか筋力がすごいですよ
むしろそう間接的に無理なはずなんですけどね。そうさすがですね、冷静な分析。気づかなかった。そりゃ私がね間近で見ているのでね。手で使っても無理でしょ、だって足が回転するってことで、足首が回転してんだよこれ。そう人としてどんなにすごくてもできない絶対。え待って、これはどうなってんの。えこれ先にさ刺すの絶対間違いじゃない。え絶対間違いだよね、先に刺すのこれ。え誰なんこれ、設計者どうなっとんねん、絶対無理だって。何しとんこれ、設計者どうやってこれ入れたん。待って私には理解できない。設計者どうなってんのこれ、設計者どうやって入れたのこれ。待ってありえないです。待って設計者どうなってんのこれ。怒ります。かけかわいいありがとう、小判バラありがとう。えこのなここに入れるらしいんですよ、このここのさ、こことここに入れるらしいんですけど、絶対無理だよね、絶対無理だよね。だってどうやって入れるの、どうやって入れるの、どうやって入れるのよ、どうやって入れるのよ。おいおいおい、どうやって入れるんですか。こうやって入れるかな。ちょっとはまんない、順番逆じゃないって思うけど、順番は合ってるんです、書かれてる通りだったらそうなんです。しゃあない、順番は私は合ってるんですけど、私が違う呼ばわりされるのはでも違うので、私は合ってるんだもん、私は至って合ってるんだもん。ちょっと自己流に、ああ出ちゃった。ちょっとやらせていただきますね。これでいけるんちゃう？いけるんちゃう？いけるんちゃう？こうしてこれだと、うーギリギリ入れないか。ダメだね、ダメでした。じゃあここ抜けるしかないのね。でもこれ刺さってるから抜けられないんだよな。えじゃあもうこれ無茶ってことですか。無茶しなきゃってことですかね。これはちょっと大変なこっちゃ、結構大変なこっちゃです。どうしよう皆さん。えちょっと大変、これすごい大変。グラグラしてるけど一旦ここ刺して、これを刺して、赤ちゃんみたいな泣き声しちゃう、難しすぎて赤ちゃんみたいな泣き声しちゃうんですけど、いや、え、無理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 、いやこれは赤ちゃんみたいな泣き声になります。ナイスナイスじゃない、やめてよマジで。待ってて、みんなガチで待ってて、どうなってんのこれ、どうなってんのよ。ゆっくりゆっくりゆっくり、ナイスナイス、かまたんな、
こうでしょ、こうでしょ、でこうでしょ。倒れないでお願い、やめてよ、なんでそんなことするの、お願い。ナイス、よし。でこれをはまるように入れる。入れた。できた。これ動かせないよ、マジで動かせないよ。え、超不安定、大丈夫そう。え、これめっちゃ不安定だよ、超不安定。え、くっつけた方がいいってこと。真剣、ガチ真剣、ファイトありがとう。うん、至って真剣、人生で一番真剣な時、受験より真剣してます、真剣にしてます。いやそれは嘘かも、いや真剣です、命かかってます。いや嘘かも、いやかかってます。お願い、これでこう持ってやるでしょ、で刺すでしょ。やめてよ、お願い、そんなことしないで。ここで止める。流れていない、涙に怯えるな。くっつくだけ、お願いくっついて。え、これくっつけたらダメなやつ、回らなくなる、もしかして。同じコメント来てた、回らなくなる、回らなくなるのか、これはもしかして。回るように設備しとこう、回るように。なぜ？よしよし、回ります回ります。回りましたね、皆さん。え、ちょっと待って、はまらなくなりました。次はこちらがどうなってんの、どうなってんだよ。こうですね、君がはまれば僕もハマる。よし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 、できました、きっとできた。ちょっとやってみよう。うん、回んないですね。落ち着いて。絶対通さなきゃいけないってことですか。そういうことですね。じゃあちょっと調節入ります。調節入ります。ちょっといいですか、君、
決めちゃっといいですか。失礼します。君ですね。これをやればいいってことですか。でもね、固定してるから回るはずなのになんで回らないんだろう。ほら、今は回る。回ってる。だから固定はできてるんだよね。じゃあこれをいい感じにはめなきゃいけないってこと？待ってよ、なんでなのなんでなのこいつが何がなんでなんでなんで浮いちゃう。どうしてもあ、これでいける。いや絶対いけないかな。歯車は当たってるんですけどね。なんで？間違えた。パワーが足りない。大雑把な私ではダメだったんですかね。大雑把な私がちょっとダメだったのかもね。それは一理ありますけれどもね。よしで、この絶対さ、こうだね、こうだ、これです。絶対これ、これもうこれ、形状記憶、これお願い、これです。これでハマってくれさえ。ハマった。いい話すよ。これで当たって出たろ。お願いします。
何がダメなの？私の何がダメなの？私の何がダメなのさ。誰か、誰か手貸して、誰か、誰か手を貸してください。私に、私の手じゃ足りないわ。なんか取れた、なんか、あ、腕が折れた腕が、あれ、腕が折れた、悲しい、腕が折れました。腕が折れた。修復、修復、修復。もう無理かも、もう無理かも、ガチで無理かも。音鳴るだけでいっかな、もう、もはや。ここまでいってるんですよ。ここでちゃんとくっつ、あ、ちゃんとくっついてないだけなのかな。プリンのとこちょっと乾かしてますよ。悲惨ですよ、悲惨。これ形状記憶、形状記憶、これです。あなたたちはこうなるのです。それではいざ出撃。わかった、わかりましたよ、わかりましたよ、わかりました。私はここですね、ここさえはまればいいんですね。お願いします、お願いします。よし、なんかいけた気がする、なんかいけた気がする。待って、いけた気がする。よしよし、お願いね、くっついてね。ではちょっと挑戦いきます。ここが固まるだけだと思うんですよ。だから固まってくれるのを祈ります。あと君さえ固まればいいんだ、お願い固まって。でも浮いちゃうんだよね、どうしても。なんでだろうね、やっぱこの円が邪魔なのかな。上で回ってるもんね。うん、うーん、なんでだろう、なんでだろう、なんで。お手手はこんな無事綺麗に修復したのに、
セロハンテープでくっつけようかな、もはや。じゃあちょっと回さずに置いとこう。そうしよう、神田選手、そうすることにした。感じかも。まだ回ってないけど、回らないけどね、まだ。でもいつか回る日が来ると思う、私これ。置いとこ、いつか回る日が来る。みんな大丈夫、回るよきっと。これはこやつはきっと回ってくれる。私はそう信じてる。誰に何と言われようと、私は君たちのことを信じているからな。この設計図結構無理やり頑張ったんじゃない、もしかして。あとはこれをかぶせるだけなんですけど、乾かさないと無理なので。よし、できた、できたってことにしよう。みんな、これはできました。オルゴールです。ちょっと怖いね、ここに置いとくの。でもさ、怖いけどもしょうがないわ。怖いねって言ったことでフラグを立ててしまいましたが、まあいいや。ということで以上、オルゴール作りでした。2時間なしでできたね、多分。どう、無理無理、多分できたよ。これできたって言うと思う。これが正解です。ルルルルルルル。そう、音は聞けるわけなので。おい、キムチさん、お疲れありがとう。一旦お疲れありがとう。いやー、肩が凝りましたよ。嘘っぽ、うん、嘘ですよ、本当に。え、これ使ってないとかありますか？これは関係ないんだよな、本当に。これは本当関係ないの、意味わかんないやつなので、いいや。ゼロ番なんで多分いいやつですよ。だってゼロ番だ。しかもね、なんかね、これここに刺しましょうみたいなやつのね、次のところにね、どうやって使うか書かれてないんだよ。だからね、いらないやつなんですよ。多分ね、大事じゃないと思います。それは私にも分かるんだ。えっへん、そういう状況絶対必要ないですよ。ゼロ番証明してあげましょうか。この説明書が物語ってます。まずゼロ番ですから、必要なものは1番にするでしょ。ゼロ番ですから、タグですよ、タグ。これのそのね、ゼロ番の連携はね、なんかここにつけましょうみたいなあったけど、次使う時には書かれてないんですよ。だから絶対大丈夫なんですよ。大事だからゼロ。おもろい。ほらほら、ここにね、ここのゼロつけましょうって書かれてるの、これがゼロなんですけど、つけましょうって書かれてるの。でもね、その後のここにはね、ゼロついてないんでしょ。どうやって当てはめるかもないから、多分 不必要なゼロです、きっと。そう、もし必要なゼロなのだとしたら、説明書がダメなやつだから大丈夫ですよ。よし、よしよし、絵には
書いてあるね。その後のやつに書いてある。ここにはゼロがあるけど、その次のこういってこういくんですよ。こういってこういくのね。でここでゼロつけてるけど、ここではもうゼロがついてないから別に必要なやつだねっていうことでした。つながりを書かれてないのに、なんか本当に必要だったつながりのやつかって言われたら、そうじゃないよねっていう私の心理です。そうじゃと思いませんか。わかんないです、わかんないですけど、あちこちに爪楊枝が軸の長さを一定に切るためのパーツ。あ、そうなんですか。わお、なるほど、そういうこと。なるほど、理解した。なるほどね、それで 切ったらいいよってこと。あ、なるほど、じゃあ不必要な道具だったということですね。よかった、何もなかったよ、よかった、本当に何もなかったということだ。安心安心。よしよしよし、お疲れ様でした、結婚してありがとう。すごいね、天才だね君。トニーさんやったことあるのかな、すごいね、最高。怪我してんのかと思った。怪我してんのかと思ったよ。トゥルー、必要な部品じゃなかった。よかった。よかった、よかった。溜まったかな。でもね、くっついてるように見えるんだけどな、私には。回ってみよう。なんで回らないの。なんで回らないの。回らないね。回らないです。自力で回しても硬い。自力でも回らない。どうしたものかね。自力では回んないですよ。どうしたものかね。ほら、何がダメなんですかね。でも回んないもんなんですかね。どうしたら回るんでしょう。回るべきところが接着してる。そうかな。こうしたら、買った、何これ、買った、また腕折っちゃった。ちょっと後でつけよう。真ん中がね回らないわ。なんでこれ硬いんだろう。買って買って、まず硬い。あ、やばい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 。危ない。足首まで折りそうになった。足首まで折りそうになりましたよ、川又さん。超硬いんだよ。なんでこんな硬いんだろう。当てはめすぎなのか。あ、真ん中、ここ、真ん中みたいな感じ。
なんかどっかに偏ってるみたいな。これでどうだ、修復。川又選手修復しました。どうだ、これで回るんじゃない。なんでだろう。いいはずなんだけどな。でもね、すっごい硬いの。自分でも回せないの。硬さの問題？どうしたらいいんだろう。ね、硬くて回らない。硬くてね、超回らないんですよ。なんでこんな硬いんだろう。ちょっと浮かしたらいいのかな。浮かしてもダメか、当てはまってない。どうしたらいいんだろう。接触してる可能性。これでもしたのか。あ、今なら回るかも。今なら回る。回る。笑顔が止まらない、踊る心ですよ。の元へ走れ走れ走れ。笑顔が止まらない、踊る心動き出すよ。走れ。本体回ってます。上の部分だけ。逆に回らなくなった。これ外枠から先に作るの間違いなんじゃないかな。でもここがまた硬くなる。なんか硬くなるんだよね。なんでだろう。バレリーナさんたち、なんでだ。バレリーナさんたち、なんで回らなくなる時があるんだ。もうまた回らなくなった。君たちはどうして回らなくなるの、教えてくれ。周りの一体にする。なるほど。失礼します。安否の笑顔が見たい。ありがとう。
そう言ってもらえて嬉しいよ。ハマってないのに音楽流れるのやめて。にゃん、やめてやめて。よしよし、ここで よし、いきます。ちょっと待って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 、一人で回んないで、一人では回るんだよね。ちょっと一回寝て待って、こうかな。こうして、動くなよ君ら、動くなよ、絶対に動くんじゃねえぞ、君らは絶対に動くなよ。動くんじゃねえよ。これでこのまま、待って、行きそう、これで回りそう。あれ、回りそうなのに。中で回すんですか。何これ、白いの塗りましたよ、塗ってますね。白いのは回ってるんですよ、見えますか。これ単体回るんですよ。もうこれだけにしようかな、周りの人たち つけないでおこうかな。でも手をくっつけないと。そろそろ、真ん中人形とオルゴールはね、下がつながってます。手数1体ずつ無理、1体も増やせれない、1体もねできない、つけれない。なんかここのザグザグが固まる。ハマり、ナイスハマりをしてるよ。これじゃない、これで当てはめようってこと。絶対これ入んない。あ、また腕がブランってなっちゃう。ちょっと後でもう一回修復しよう。でもね、こっからね絶対入れられないよね。やっぱ絶対これおかしいんだよ、作り方が。まずそもそもね、こういうこと？待って、こういうことじゃない？回ると思う、これ。あ、回んなかった。
なんで回んないだろう。やっぱり回んなかったですわ。なんで回んなくなるんだろう。難しいですな。難しいですな。単体が回んないもんな、これ。ほら、これが回んない、まず。外側の歯車が回んない。こうしたら回る？回んないわ。どっかで止まる。愛が足りない？周りのギアと噛み合わない。噛み合ってるんだよ。あ、ここの周り？ここもでもね、ギアないんですよ、そういうのが。あ、いや、やめて、やめて、やめて。でもね、別に刺すだけだったんですよ。全部同じだし。でも回んない。回んなくなる時が来る。いつしか。くぅ、なんでだ？なんでなんだろう。歯車と高さ合ってる。これどうなんですか？でもここにね、を支えるやつがあって、そこに引っかかってるの。だから合ってると思ったんだよ。合ってると思うんだよ。なんででしょうね。なんだろう。これ以上回んない。ああ、抜いちゃった。無重、なにこれ、どうやって回っとん。どうやって回っとん、マジでね。4体に位置がある。でも書かれてなかった。全部同じやつなんですよ。なんですよね。バレリーナ出して、中はこうですよ。刺してから蓋してる。ここまだしてないんですよ。ここしてない。ここ先しても、したらね、入れられなくなるから。ここまだ入れてないんよ。なるほど。どうなんですか。なるほど。なるほどってきてるよ。見てもわかんないもん、だって。くぅ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 。カラスはなぜ泣くの。ほら。あ、歯車は解いたらいいのかな。解いてみようかな。あれ、どこ入れたっけ、捨てたっけ。なぜ泣くの。
潮が出てるのかな。カラスの勝手でしょ。あれどこいたっけ、ヤスリさん。ヤスリさんが行方不明。ヤスリさん、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 ヤスリさんがどこに行かったかな。ヤスリさん、君はあった。これでなんかなるってこともなさそうだけどな。どこを削ればいいの、この丸い角。え、めっちゃ削るってことこれ。違う、めっちゃ削れたらいいのかな。めっちゃ削っとこう。なんかよく分からんけど、めっちゃ削れ、めっちゃ削れ、削れ削れ、ローム塗れ、ローム塗れ、ローム塗りたくれ、ローム塗りたくれ、塗りたくれ。よし、バレリーナ5体いますよ。よし、これで回るかも。あ、回んないわ回んないですね。やっぱめっちゃ削らんといけんみたいそれは関係なかったみたい。根本でここが回らないとね、もう回んないよね。ここでやってるから回らないのかな。上に置いとくだけ。浮かしとくだけ。めっちゃ浮かしとったらいけるかも。超浮かす。え、いや絶対無理よ、浮かすなんて無理よ。ハマっていくやん、こんな。え、みんながもっと離れたらいいんじゃない。もっと隙間を持ってさ。え、何これ。やっぱ無理だよやっぱり無理だよ。この丸いやつらが邪魔なんだ。なんだろうね、この子たち。もっと奥に入れるんじゃねえの。入れないのか。うん、うん、5人名前ないよ。マレリ回るのはバレリーナっぽいよ、そりゃそうよああ、ボンドで皮が軸のバレリーナいますよ。でもね、その子はね回るんだよ。この子はもういいよ、回るから上手に回ってください。この子は回る。この子だけでいっかな、もう。こんな大きいステージで一人踊る ソロダンサーにしよっかな、もはや。やっぱ妥協は必要じゃないですか。孤独なバレリーナ。YouTube の動画ある？動画見てわかるかな？一人選抜。
もうちょっとさせってことこれ。もうちょっと刺してみようかなこれ。刺さっちゃった、お尻に刺さっちゃった、ごめんごめん、刺しすぎちゃったね、ごめんよ。買わないね。ドゥルルルルドゥルルル、ちょっと誰か持っといてこれ。ドゥルルルル、この人と一緒だよね、回り方一緒だな。爪楊枝関係なかった。デン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 。あ、この子の爪楊枝。デン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 。真っ赤と真ん中の人形セットして周りは一体ずつセットするみたい。それが無理よ。どうやってセットするの？絶対無理。そう、無理な理由を説明しようじゃないか。ですね、一体目セットするじゃん。これね、こっからセットするじゃないですか。こうするでしょ、こうするでしょ。でここに歯車があるんですよ。歯車をセットするためにここをこう中に入れることがまず無理。中に入れてこのね、この爪楊枝の3人ほらこうなるんです。よし、戻ったで、こうするでしょ。でこれも差し込むためにこうやって中に入れなきゃいけない。中に入れて、よし、ほらこう中に入れるためにこうしてこうしなきゃいけない。どうこれで2人でできる？一瞬回った。ここ外が回らないんですよ、これ以上。そうなんですよ、外が回らないからさ。だからそうなんですよ、ゼンマイを巻いても無駄ないの。これが回らないから、ここがねもうね回らないの。高さが合ってない。でもね、高さどうしようもできないんだよね。どうしたらいいんだろう。でもね、支えるやつに刺さってるから、回らないの寂しいから、回らしたいから、一体でもらってもらおう。もうでも真ん中を最後にセットしてもね、できないの。まあ周りが回んないから。うち乗せた真ん中行ってもね、周りが回んないから意味ないんですよ。
周りが回らないから、周りだけでも、だからなんて言ったらいいんだろう、周りが回る方法がないから、それが積んでますそういうこと、積んでます。そう、外がもう動かないから、そう、外を先に入れたとってなんですよ。なんか外がここ回んないから、そう、一体は回るんですよね。この子たちが回らないの、ここの外側のこれが引っかかるらしい。ここがね、ガッなんか中に入り込んで無理なんだよね。これどういう原理なのか分からんけど、ほらこの子たちは回るんですよ。いい子だから、すぐ不安定に回りますけどね。ドゥ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 ルルルルルル。最後のカバーがないとダメなの？あ、そういうこと？そういうこと？じゃあそうなのかも。向いてるのかな、わかんないけど、ちょっと最後のカバーをつけてみよう。確かにつけずにやってるからね。これでさ、つけたらさ、できましたとかすごいね、嫌だね今までの努力は何だったんだってなるね。回りますように。でもね、4人になるとね、ここははまんないわけですよ。これは入ってるのかな？こうですね。失礼します。失礼します。失礼します。ね、ここですね。よいしょ、ちょっと待ってくださいね。ちょっと外をやってみようと思います。外だけをやってみたらできるのかにゃ。よし、そういうことですね。そういうことでした。つまりそういうことでしたね。いけたと思ったのな。ほら、回る回る回る、見て、あ、回らなくなった。どうやったら回るんだろう。たらもあるんでしょう。むずいな、マジむずいな。何がダメなんですか。歯車は合ってます。でも止まります、ある位置で。めっちゃ綺麗にはまっとるよね。最初からやりませんか。何を言っていらっしゃるんですか。なんかね、ここなんですよ。ここが回らないんですよ。ここがハマって動かなくなります。なんかバレリーナの位置があるんかな、向いてる方向みたいな。ないか。え、待って、分かった。足の方向ですか。足の方向、こうこうとか、そんなことあるかな。ワンチャンありそうじゃない。ワンチャン、ワンチャンあると信じて。私も足をさ、全員こうしてるの、広告みたいなやつ。足をこうしよっかな。みんな足がこっち向いてるの。
しよう。やってみよう、やってみよう。もうやってみるしか私には方法がないんだ。おお、引っかかってるよ。よしよしよし、わかんないけど一応これ外枠も入れとこ。あ、お手手が邪魔だ。みんなお手手邪魔、お手手が邪魔だな。よし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 、これでいけるぞ絶対いけない。フラグ立てちゃったよもう。頑張って動こうとはしてますね。もっとローを塗れってこと？もっともっとローを塗った方がいい？ロー来い、君の番だ。ローが足りないらしい。いやん、コーンちょっと今無理。ロー塗りたくる。これでどうだ？君たちにもつけてあげよう。あ、ちょっと音ちっちゃくしてほしい。歯車の平らな部分も、あ、そうなんですか。うん、白くなってたよ。結構白くなりました。平らな部分も。これで変わったらやばいね。ローンの凄さはわかる。でも引っかかってるからな、関係なさそうだけど。どうなんでしょう、ね、塗りたくる、塗りたくる。川俣アナ選手塗りたくる。これでどうかな、これでどうかな。もうはまんないけど大丈夫かな。あ、違う違う、こうだね。よし、もうできないフラグ立ってるんですけど大丈夫かな。なんかね、綺麗にはまってない。なんでよ。あ、よし、なにこれ、なんか綺麗にはまってない。あ、こうだこうだ。君もはまってない、もしかして。よし、こうだね。ハマったかみんな。これで君たち準備 OK か。出発準備はできているか。いいかお前ら、すっげえ硬いけど絶対動く気しないけど行っていいんだな。絶対動かないけど行っていいんだな。なんでこんな動かないの。
だよこっち。かいつ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 。待って、これ2時間経った？やばいやばい、落下落下事件、落下事件。もう最後の最後のチャレンジします。これ最後のチャレンジだぜベイベー。みんな見てて。がまたあんな諦めるの巻。うはまらなくなりました。あ、来た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 。来たよ来たよ。よしよし、これでもう終わり。もうバレリーナさんたちは回れるのか、ステージに立てるのか立てないのか、あなたたちあなたたち次第です。もう不安定ですけどね。やるだけやったよね。ちょっと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 待ってください。でもね、最後にちょっと壇上を読みたいと思います。壇上を読みます。13位、ドグラス。12位、山田太郎。11位、ウルフ。10位、オカピ。9位、アスパラ。8位、マル。7位、ミーク。6位、シオリン。5位、30点。4位、シオリン。3位、あっちゃん、スキピー。2位、福太郎、スキピー。1位、キコリ、大スキピー。ありがとうございます。行きました。では行きます。まあまあまあ、そうですよね。想像ついていました、回らないっていうことを。ということで、以上川端アンヌ選手の、あらら、川端アンヌ選手の挑戦でした。今日も見てくださりありがとうございました。それではまた明日会いましょう。ありがとう。明日はやんないかも。バイバーイ。